こんにちは。こんにちは。山本道場ゴルフチャンネルの、はい、陽来です。お、野川です。釣岡でしょうの山本誠二です。今日はシナを釣ります。シナを釣ります。この間ここめっちゃ楽しかったもんね。楽しかったですね。マジでめちゃくちゃ楽しいですよ。マジでシヌクロダイって言って、知ってるよ。徳ちゃんが多分今回40センチぐらいの釣ったもんね。このくらいかな。いいな。で、これ浮くルアーなんですよ。見てください。浮きますね。お、浮いてる。お、ほんまや。ここってしたら下からニュ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 ドカーン。これ違うけど、これ一緒です。これの方が投げやすいかなと思って大きめのやつを。いや、じゃあ頑張りましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。釣るでい。釣るでい。行きましょう。釣りたい。皆さんご機嫌いかがでしょうか。釣りは世界を救うのでしょうか。そんなことより見てみませんか。はい、指導が入ります。はい、指導を受けます。昨日もう投げ方は覚えましたね。はい、っていうかもともと投げれますね。はい、なるべくここは沖の方が釣れるらしいです。なので遠くに、できるだけ遠くに投げましょう。お、あれで遠くなんか。あんくらいでいいです。よし。あれ、それで遠くなんか。つきちゃう。ちょっと危ないかも。今のは先生何が悪いんですか。後方確認をしてなかったのか。よれさん、よれさん、よれさん、後ろ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 。あ、死ぬ。ちょっと投げていいっすか。ごめんなさい。死ぬ。あ、いや、先生投げましょう。来てますね。先生あっち投げましょう。はいはいはい。あ、来てますね。近づいてますね。死ぬ、来てますね。こんな見える。あれ死ぬです。もやもやしてるの。で、ここ、ここ、ここ。あ、いいですね先生。一定のリズムで。あ、先生もう大正解です。うまい。で、僕とチヌが合流しました今。逃げましたチヌくん。こんな感じでやります。はい。皆様、後方確認をちゃんとして投げましょう。一定のリズムで。ポコン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 。これでいいです。もうずっとこれだけです。で、あっち側に投げた方が釣れます。たまたま折ったからそこで狙っただけ。そうですそうです。ここからが重要ですよ。はい、皆さん、はい、追っかけてき、ポコンポコンに追っかけてきます。もわ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 ってで、ドバンって出て食べれなかったりするんですよね、ルアーを。それでも何が起きてもずっと一定のリズムで追っかけてきたから止めて食べさせようと思ったら止まってるものを見えないんでピューってどっか行くんで、何が起きてもポコンポコン。向こう合わせ、向こう合わせ、向こう合わせ。それでは行きましょう。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 食べてもポコポコしてたり。食べたらさすがにマコ。食べてポコンポコンしてたらダメ。じゃあ胸足やろう。よし、やりますか。食べてください。今まだチヌの反応はないですか。何にもない。ああ。さっきも追っかけてきてるっていうよりも多分通って行ってた感じですね。たまたま進行方向が一緒だっただけ。食い気がないね。ですね。地合いもやっぱ悪かもしれないですね。おい、なんかチヌムシンゴタキノス、トップじゃなかキノス、はい、カニとかば探してこう岸沿いばばーってフラフラしよったような感じですかね。よし、俺決めた。決めた。決めました。カニです。これよっしゃ、俺もカニ、カニ捕まえよう。カニです。カニ捕まえようって。さあ、僕は生贄に走ります。生贄に。いや、俺も生贄に走るで。梅干し小さだね。カニさん、カニさんやで。投入。ワクワクする。ワクワクすべ。痛い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 。目の前は餌の方向だ、ね、はい、このカニで釣ります。はい、これ釣る引きが良さそう。良さそうですか。あ、でもめっちゃゴツゴツしてる。下、ああ。取れた。むず。かといって放置したら多分穴の中入ってきてすぐ根がかりみたいになるから。あ、風が止んだ。止んだ。結構前にやんどったし。あーって。この風のやんだ時がチャンスやったっすもんね、前回は。あー、なるほど。どこ投げても当たりきた。いや、こうです。あー、こう。
あ、これ言えたな、ちょっとな。何が？これ感想じゃなかった。ああ、チャンネルの足音ですよね。ああ、そこのところにこう音ですよね。ああ、わかわか、見えよもん、チャンネル見せつけ変更もしたらって、変更したってね。この前全然もっと歩けた時、それでね、見えんやだろう。もう、見るとはもう雲と山しか見えない。映っただけやカニ探しおじさんの来た。いや、カニ絶対陸の方がいるって。陸のやつ捕まえに行くんだよ。カニ探しおじさんの来た。通り過ぎていった。アガンチヌが釣れんとでしょうね、多分ね。カニ場探してなーもこっちもなーも見らんで、スタースター通り過ぎていって。アガンチヌが釣れんとやろ。黒か T シャツ着とんさし。あ、お、来た来た来た、よっしゃ、乗った。うわ、これでかいんじゃね。回収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 。来た来た来た、あれ、並ぶぞ。やった、よっしゃ、出た。ネットネット、来た。やっぱコンパはよかった。ねえ、俺も出たすもんね、ちょっと一回。あ、そうなんだ。はい、ちょっと軽い。さあ、来た来た、チヌだ。あ、チヌチヌ、チヌだ、チヌだ、やった。お願いします。はい、船役すくってキリリ。やったー、イエーイイエーイイエーイ。ニューバージョンも、おいおいおい、イエーイイエー。こうやって釣るんだよ、君たち。こういうは本当にね、キビレですね。キビレっぽいね、はい、よし、画線やる気出てきたね。うわー、でもやった。あ、本当だ、キビレだ。キビレもいるんだね。塩焼きサイズ、OK、釣ってくださいね、先生。一定のリズム、ポコンポコンですよ。ゆっくりゆっくり、なんか来てるよ。なんか来てる、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 ゆっくりゆっくりゆっくり。うわ、シーバスの、見てるやつや。すげー、もうちょっと、もうちょっと糸出して、もうちょっと糸出して。またお前か。シーバスっていうか、チーバスやん、それ。シーバス、やっと。鈴木や、鈴木さん、やっと。わあ、いった。どうした、沼にハマった。どうした、危ない危ない、お前、まあ、多分危ないですけど、先生のパワーで大丈夫ですか。そっちに踏ん張ったらあかんねん。そうなんですよ。宗男くんめっちゃ嬉しそうじゃん。ウルトラハプニング。あ、じゃあ俺まではまる。ちょっとダメダメダメ、一回離れて、一回離れよ、一回離れよ、みんな生まれ。ちょっと、ちょっと、出ようと思ったら出れるけど、うん、クロックスがなくなっちゃうんですよね。ああ、そうか。これどっちのクロックスがなくなる。左のクロックスがなくなっちゃうんですよ。それでこう出るんですよ、こうやって。いや、大丈夫です、僕自分で。あ、もうなくなったわ、クロックス。あった、あった、あった。いやー、よっしゃ。うわー、これで、これで俺は出れる。ちょっと待って、俺も靴を、先生、靴が、俺が先生、右足が今度今度右足が、なんという仕事。うわうわわわわわ。海は気をつけよう、海は気をつけよう。すみませんでした。いやいや、犠牲者が2人になります。足、あそこになんかちょっとずるかやつね。ほんまや。これが準備というものです。どうすか、あの寂しそうな背中。クロックス壊れてるから。よっしゃ、ばー、バレた。うわー、マジか、チョパー出たつけ。うわー、出た、でかかった。さっきバーン出たっす、出たっす。もうずっと見えとったっすもんね、背中の。結構でかかったっすけど、多分 GoPro にバシャーって映っとったっす。おっしゃ、来たー。うわー、けどシーパスや。あ、ハゼ、
マゴチ、ちっちゃいマゴチが釣れた。何が釣れた？マゴチ。じゃあズームするよ。あ、ほんとや、マゴチや。トクちゃん、ナイスナイス。さっきでかいのが追っかけてきたって。どんくらいの？マジ？じゃあ、おめでとう。おめでとう。シュイーン。ここ、うわ、めっちゃおるやん。橋の、いやいやいや、もっきりこれチヌや。うわ、でか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 い、めっちゃでかい、めっちゃでかい。ほらほら、背中出とんや。ほら、めっちゃでかかったよ、徳ちゃん。真ん中でしょ。真ん中。いや、今見えとすけどね。今も見えと？見えとです。背中見えと？うまい、めっちゃうまい。こんかな、来そう。背中はまだ見えよる？見えるんですけど、結構遠かです、ね、遠い？おったね、ほんとやね、でかいのおるね。でしょ、ここは560ありそうよね。あ、真ん中らへんもほら、おる。火星上がってきたかもしれんね。上がってきた時は着水と同時やったっす。マジ？さっきあのいつきちゃんが釣ったのが着水と同時に出てきた。あ、でも見えとるっちのやけん釣れんかもしれんね。結果発表のコーナーでーす。イエーイ。チヌ、キビレ1匹、マゴチ1匹、はい、シーバス1匹。はい、イエーイ。釣れなかった人。リベンジしましょう、来月。しましょう、リベンジしましょう。するぞ。徳ちゃん、俺らあのでかいの仕留めにちょっと今週来週まで行かんとこ。もうその時期が、時期があるんすよ。ちょっとここ何日かで僕、徳ちゃんね、リベンジしたいね。リベンジしたいですね。先生が来た時には別の魚になってます。でもリベンジするところこっちは指くわえて見てなあかんってこと。そういうことですね。それリベンジしたら動画に上がるってことやろ。上がります。最悪やな。ここの景色分かっとるさ。まあいいです、来月リベンジしてるぞ俺の。じゃあ帰って料理しましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。